カンボジアで今日任期満了に伴う下院の総選挙が行われます。主要野党が排除され、フンセン、首相率いる与党の圧勝が確実視されています。カンボジアの下院総選挙には18の政党が参加する。一方、主要野党のキャンドルライト等が書類の不備を理由に参加を認められませんでした。 前回の総選挙でも当時の最大野党が回党に追い込まれ参加できず与党の人民党が全ての議席を独占していて今回も圧勝が予想されますフン・セン首相は今回初めて立候補した長男のフン・マネット氏を後継に指名していて選挙に勝利することで事実上の独裁体制を敷き世襲への足固めをするものとみられています